お疲れちゃんです。ラットレスだけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら、ディガっぽいロケを使っていこうかなと思います。久しぶりですね。はい、こちらなんですけど、まあ、アイスウィズと、トルネボムタワー、バルキリー立戦かな。でも、守りです。もうほぼ全部守って、まあ、あとはディガーと、そしてポイズンとロケットのこのスペルでね、削っていくデッキになりますので、まあ、結構ね、外役とか、友達に使ったね、あんまいいように思われないようなデッキなんですけど、これがね、意外と弱点が少ないと言いますか、結構強いんですよね。まあ、例えばですけど、まあ、ロケットがあるので、スケラにも、スケラじゃねえわ、スパーキーにもね、はい、戦えます。そして、スケラですね。スケラに対しては、防衛ポイズンも無限にして、ロケット削りをしとけば、もう勝てちゃうって感じですね。相手の攻撃が全然通らないので、はい。とか、まあ、意外とね、あとはまあ、防衛硬いんで、ゴレとかにもいけるとは思いますけど、さあ、とりあえずね。そして、縦の選手はですね、まあ、最近、ディガーとか、ミニペックが多いからですね。という感じで、さあ、これは防衛ポイズン張りたい気もしますが、ライトニングで飛ばされる、こう、縦線で、ちょっと時間稼ぎしつつ、ポイズンの方が良かったかな、これ、サタ。これさたらポイズンの方が良かったかな。まあでも、ちょっとね、気合でお願い、耐えて、痛いって、これは痛いですけど、まあ、キングキドできたんだね。今のはね、縦線出さずに防衛ポイズン貼っとけば、もうダメージほぼ入ってなかったかなっていう判断ミスではありますが、さ、こっからね、こっから戦っていきましょう。で、このタルーンのダメージすらも痛いので、抑えつつ、このアイスウィズがね、若干攻めに回るように。いや、これバルキリーいらないかな。まあ。これで一本折れるでしょう、多分。ランバーとか当ててくるかな。これミニペッカー。はい。まあ、ここまではね。で、このミニペッカーも、ちょっと、ボムタワー壊されるの嫌なので、許容します。で、溶かして、ここ溶かしちゃえば、まあ、ライトニング打たれたら取って、トルネでいい感じにできそうですね。はい。防衛固めですね。まあ、で、このベビーも僕嫌なので、よいしょ。釣ってあげて、まあ、いい感じにね、両サイ削らす感じで。さあ、問題がですよ。削り切れるかどうかの戦いですね。これディガーからのロケット打つのはさすがにやんちゃだと思うので、一回待ちましょうか。相手もちゃんとね、トルネで金撃としてきてますね。で、防衛ポイズン貼って、いや、これね、ちょっと際なラインに来ちゃってますが、勝ちたいですね。ライトニング削りが若干厄介ですが。さあ、ゴレのダメージは絶対入らないので、これで。で、今度から、このゴレマイトのダメージが上がってるの良くないですね。さあ、ディガーとロケットで削り、1300ですね。一気にダメージね、追い上げてきましたね。さあ、この動画が上がってる時には、もうもしかしたらゴレのね、爆破ダメージ実際に上がってるとかかもしれないんですけど、ちょっと修正前に動画撮ってるんでね。はい。うわー、これね、ディガポエロケ多分1000ぐらいならすぐ削れると思うんですよね。まあ、1000は遠いですけどね。よいしょ。このダクネのコウモリもダメ。うわー、コウモリもダメ。おー、キングキドナイス。で、これちょっとあれっすね。ボムで釣って、ゴレの爆破を防ぎつつ、さあミニペッカちょっかい出すな。ミニペッカちょっかい出すな。やばい、ゴレの爆破が入る。まあ、ですが、まだね、全然戦えます。まだ耐えれます。攻め取るね、来ないで。さあ、ライトは耐えますね。で、ライトニングタルなので、ライト耐えるよね。耐えますね。よしよし。あとはもうここでかまします。ディガポエロケで一気に削るしか僕の勝ちはないと思いますね。さあ、行きましょう。次のライトまでなので、よいしょー、ユニット巻き込み、ポイズン打ちつつ、次のディガですね。次のディガ、もうこれね、カード回し。で、こうやってワンチャンの飛来神やりつつ、ディガ、あ、待って、来た神飛来神、まさかのね。グッドゲーム。危ねえっすね。あれっすね。マジで、しょっぱなのダメージ、スペル削り対決にやっぱなっちゃうので、ダメージ受けすぎちゃうと、序盤にね、後半響いてくるって。
いう感じですね。なんで序盤ボーポイちゃんとしとけばもっと楽に勝てたかなと思います。でロケットとディガーとポイズンで確実にまあダメージ入るので守りですね。本当に僕がてか自分が、まあ、守りのミスをしなければ勝てるデッキですね。防衛ミスをしたら負けるデッキかな。なんでまあ防衛練習にはすごいなるかなと思いますね。攻めるタイミングとか今ここはこうコスト待つロケット打ってアド取られてるところをどう守っていくかみたいなね、防衛練習にはなるいいデッキなんじゃないかなと思いますね。さあというわけでマッチング待ちですね。さあ行きましょう、よろしく。さあ日本人っぽいぽいですね、まあ、とりあえずねディガーで削りつつはテスラクロスですね。まあ、クロスはどうなんだろうね、ロケットで処理するもののウッド系がないので若干ダメージ入っちゃうっていうのがありますね。あ違う、バルーンか。こんなバルーンが最近ありましたね。ちょっとやばい、トルネもない、たまたまトルネがない。でアーチャーコウモリディガーですね。若干厄介ですがこれロケット打ってもよかったですけど、まあ一回トルネで耐えましょうか。で、キングギドは正直ダメージ受けたくないですね。ボムタワープラスのトルネードでバルーンのダメージ入らずにね、キングギドできるので、まあそれ狙いたいですね。まああとは、まあ、前半はちょっとイモリ気味でいきたいですね。縦の戦士、セパ、ちょっと優秀じゃない？アーチャーに対して。で、ここは確実にディガーが来ますね。どっちかに。来る。さあこれはアイスウィズはトルネがちょっと一旦ずれてますね。ここトルネまで使うとちょっと危ないかな。まあまあまあちょっと待ちましょうか。ちょっと大変な時間ですね今は。この流れが若干よろしくないので一回待ちのターンですね。まあどうにかキング起動してからスペル削り始めたいですね。キング起動してないのにスプレー削り始めちゃうとちょっと苦しいかな。うわーちょっとやば、うまいですねこれの神ロケット。ディガーとバルーンに回ってるね。いいロケットじゃないでしょうか。さあダメージ入ってきましたね。さあ耐えたいですね残りこれのダメージを。アーチャーがねこのデッキタルババとかないんですごい厄介になってきますね。相手も結構あれですね。丁寧に後ろから来ます。削っていきます。これですね。で、これは、このディガーですね。このディガーダメージをどれだけ防げるかで、僕の勝利がね、かかってきます。さあ、これ美味しくいただきつつ、オッケー！さあ、準備は整いましたね。もうこれはもう僕のターンですね。ディガポイで削りつつ、さあ、削り、アーチャーも多分これで処理できる。削りつつ、あとはガイムするのみ。ガイムいきます。ボムタワー最強。縦の戦士でディガーを抑えて、オッケー。で、これは、ボムタワーの爆破を生かしつつの、あ、生かせてねえかも。まあまあまあ。これバルーンワンチャンいきますかね。相手の方が回転が早いので、そこがちょっと怖いですね。ダメージアップ受けちゃうっていうのがあるので。相手は徹底的に防衛タルババをしてますね。さあこうトルネでやっちゃっていいね。ポイズン削りつつディガー抑えつつ、はいはい。でバルーン単体だったらロケット防衛もできるので、まあ、相手ももう必死に削りに来てますね。でもうどう考えても右のタワーこっち狙いに来てるのでこれを守りたいですね。よいしょ、コウモリ咲いた。ディガーで削る。わ、いい位置だな。さあ、あとはロケットポイズン圏内じゃないでしょうか、これは。来ましたね。というわけで、ポイズンでじりじり与えつつのロケットっていうので、バルーンに対してもね、多分相性がいいと思いますね、これは。グッドゲーム。というわけで、バルーンにもスパーキーもスケラにもいけて、大型にもゴレにはいけると思うんですよね。で、
ディガー系にも一応陸系盾の戦士とバルキリー2枚あるっていうのがでかいかなと思いますね。問題はラバかな。まあラバも勝てないことはないと思いますね。光栄をロケットで飛ばしたりとかすれば別に全然勝てそうな気もしますね。ラバ来てくんねえかな。ワンチャンラバ来い。まあ、待ってきたら大型の可能性ありますかね。あとエリゴレとか多分余裕っすね。餌っすよね。もうボムタワーアイスイズバルキリーでエリアド回収のロケットガンガンゲーでいけそうですけど、縦の戦士が、まあ、意外といい味出してますね。最近ヤナメ編によって縦戦ワンパンされるようになったんで、ちょっとね使用率も下がってきてるかわいそうなカードなんですけど、まあ、ヤナメ相手がヤナメじゃなければ活躍するって感じかな。まあ、何も出してきませんね。僕としては正直後半になれば防衛固くなりますし美味しいんですけど、動画的ね、動画的部分があるので、まあ、やっぱ縦の戦士出しちゃうよねっていう。よいしょ。さあ相手マスケ、これはボイス打っちゃいましょうか。はい、削りですね。削りマスケってことはウォールブレーカーかクロスかホグかバルーンか、ウォールブレーカーっぽいですね今んとこは。来ない、マスケコウモリですもんね。おすきやみ、あ、ジャイスケラだ。ジャイスケラ来たー。これはねあれっすね、防衛ポイズン、ポイズン使っちゃったのちょっと良くないですね。しかも、え、違う、あ、ジャイスケラのスケラじゃなくてスパーキー版っすね。ありがとう、グッドゲーム。これはね相手がマスケコウモリ、スキャミ、ジャイスパのヤユキ、あ、ダクブリ、え、なんか違うんだけど俺の知ってるのと。なのでまあこれね、トレンドで金ギードしちゃおうかな。痛いけど、まあ、2発我慢して OK なんで、スパーキーにロケットとマスケに対してポイズン徹底しとけば相手のユニットほぼいないんですよ。スケアミコウモリダクプリしかいないので、そこをガンイモで守れば、あ、クイックか、ごめんなさい、普通に最近のテンプレの、いやでもスケアミできたよね。さあワンチャンスパーキーが逆サイに行きそうなの狙ってそうっすね。おい、よいしょ、ダクプリの盾がちょうど剥がれたタイミングに着弾するロケット、今のは正直たまたまですたまたまですけど、トルネとアイスイーツで盾剥がれてっていうのは今完璧でしたねマジで。さあこれはなんか美味しい、美味しいですね。メリーナコリボムタワーが各あのあれですね、活躍していく。そしてこのあれですね、やっぱタワーに巻き込まれずに働くスパーキー、活躍するスパーキーの使い方うまいですね。ちゃんと端前にスパーキー出してロケット打たなかったら相手のユニット処理で活躍するし、ロケット打ったら打ったでまあコストトントンだよねみたいな。そう、相手の攻めがちょっと怖いですね。まあこれは縦の戦士があるんでね、僕にはなんとスパーキーに対しての超強いカード、縦の戦士、いや、いいですね、優秀。そしてここで一回スパーキーを使いましたので、たまたまここにねマスケが降ってきたら美味しいなー。あー、これ来ますね来ますね、次のロケットで勝ちっすね。ロケポイでガイモしましょう。まあ、ガイモになるとさすがにねこのデッキは防衛硬いので、まあ、一回立ってるんです。あ、待って、やべえちょっと待って、やべえいらないからね、そういうエンターテイナー的なのね。まあロケポイで終わりますね、ロケポイで終わりますが、一回ね、ちょっと守りたいですね。守りたいですね、丁寧に。もうロケっぽいで終わりますね。もうロケットで終わりますね、なんなら。で、相手さすがに攻め取るんではないので、このアイスイズが、オッケー、ナイス、まあ、グッドゲームというわけで、いや、結構ね、強いのよね、リガーっぽいロケ。よいしょ。というわけで、良ければお使いください。多分、エリババとかネクロ、ウィザード系とかにも強いと思いますし、結構いいんじゃないのかな、トロ5000体。まあ、ディガーが、下方、これで、ね、下方される前に撮ってるんで、下方されてたら、まあ、GG。というわけで、終わりにしたいと思いますね。お疲れ様でした。良ければね、これ、使ってください。では、バイバイ。